日本大阪府大阪市東淀川区大喜利大喜利は、大阪府大阪市東淀川区の地名。旧地名は大道であり、時代を遡れば、西成郡大道村、さらには、乳牛巻草大道村などとも呼ばれていた。現行行政地名は、大喜利1丁目から大喜利5丁目。東淀川区の南東部に位置する。淀川と神崎川の分岐部に近く。 両河川に挟まれた一帯の南東部にあたる。東側が、淀川で、北側に随行、西側に大隅と豊里、南側に大道南と接している。大道南は、南東側で、淀川と接している。最寄駅は、阪急京都本線の上新城駅、大阪メトロ、今里筋線の大道豊里駅、または、随行四丁目駅である。豊里大橋を渡り、 淀川を越えると、京阪本線の滝駅や土井駅も比較的近い。縄文土器が発見されていることから、この地には縄文時代から人が生活していることが分かっている。俗日本気に記載のある大隅姫島に僕は、日本初期安寒二年場では、大隅島姫島と表現されており、島が牧として利用されていたことが伺える。大隅島は、 摂津氏が、大隅宮を在日大道村と否定して以来、水戸砂隊の中央部がこれに当たると考えられてきた。西大道村は旧名を、大隅、大内、美保寺と呼称したとされるため、これに従えば神崎川と淀川で区切られた砂帯を、島と呼んでいたことになる。また、中世には、美保寺という寺院が存在していたと考えられている。12世紀末に、大日、 某農人が、ダルマ州を愚痴するために創建した寺院で広大な、ガランを有した。16世紀半ばに周辺が戦場となったため寺が、廃絶したと考えられているが、明確な経緯は不明である。中世以降、この地は、乳牛巻草と呼ばれ、大道村、ホテ寺村、辻道村などがあった。また、大利五丁目の大隅神社境内にある石碑には、 以下のような文章が記載されている。摂州西成郡北中島のうち、乳牛巻の章とも呼ばれた、この地域に大道村、辻道村、三保寺村があり、これら三村の氏神として鴨の大名人、稲荷神、三大神を三社総殿に、祇園、伊勢、春スガ、八幡天神をも新正殿に祭り、鴨大民神社の境内にあった。 新言衆無本寺の僧が祭祀を検体し、上記三村は、南大道村、北大道村、西大道村とも呼ばれ、まとめて三大道と称されました。慶長12年、無本寺は三大院と改め、新言、全宗の社僧は、法有望から、全領和尚まで八代続きました。帝通る三年、玄光お嬢は、大道寺と改め、三世、雲門お嬢は武。 両案を起こし、修行像は百人を越す時もあり、全修行と神社の維持、祭祀を受け継いできました。大道寺十三世の時、明治維新を迎え、大道寺、竹、両案を廃止明治六年、鴨大民神社は、大隅神社と改められました。この石踏みより、北50メートルの飛び地に、大道寺の墓地が現存します。江戸時代における、 日本全国の村落の実情を把握するために、明治時代初期に政府が各府県に作成させた、急行給料取調べ帳によると、となっており、村によって領主が異なっていた。大阪府前シリング牧野さんによると、大道村は1889年に西大道村、南大道村、北大道村の3村が合併して成立した。その後、大道、村大技西大道、 大道、村大和南大道、大道村大和北大道となった。つまり、それ以降は、西成郡大道村となった。1925年東淀川区への合併に、伴い、北大道、西大道、南大道、東大道が町名となった。1980年、西大道町、北大道町、東大道町、大隅通。 大霧1から5丁目に解消して成立した。また、南大道町は大道南と名称変更された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。令和2年廃車。ありがとうございます。